はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は大分陥落、長崎は大勝、そして J210 節終わったんで順位表確認ということでやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、そうなんです、実はレビュー動画上げておりませんでした。っていうのもですけどね、まあ大体こうね、僕はレビュー動画というのは試合が終わったその日もしくは翌日にはアップするんですけど、今回まず試合の当日が夜勤入りということでリアルタイムで、ゲームを見ることできなかったんで動画を上げることができなかった。そして翌日僕は熊本旅行の方に友達と、行くというのは決まっていたんで、これちょっとねプレビュー動画の時に話しておけばよかったなと今更思っているんですけどもね、ちょっと熊本旅行に翌日は、もう夜勤明けでそのままですけどね、ほぼほぼ、そのまま試合を見ずにですけども、ちょっと熊本旅行の方に友達と行ってしまったんで、なかなかゲームを見ることができなくて、動画にすることができなくて、で今回こうやって動画にしているんですけど、正直フルでは見れていないんですね。もう、ハイライトでしかね試合結果と内容は見ていないんで、ちょっと深い話本当にできます、本当今回申し訳ないんですけどもね、ちょっと内容としては、まあ、正直に言うと薄くなるかも、知れませんけれども、そこはすみません、よろしくお願いいたしますということでやっていきましょうかね。まずこちら、まず徳島長崎からいきましょうかね。徳島長崎は、0対4長崎が勝利と、いうことで、まあ、大勝を収めると、いうことで、ね、徳島もね守備が別にこう悪いわけじゃない印象はあったんですけども、しかしまあ長崎好調、長崎が4発大勝、今季最多得点ですかね、決めて勝利と、いうことでね、まあ、2連勝やっぱ水曜日のゲームでいい形で勝利をしたというのがでかいですね。まあ群馬には敗れていたんで、ちょっとここでね群馬に敗れたことで嫌な雰囲気というかね、ちょっと勢いが止まるかなと思ったんですけれども、しかしまあそこはしっかり、2連勝達成と、ね、いうことなんですよね。で得点者としてはファンマー選手と、串引き選手がセンターバックで2ゴール上げています。で最後とどめは宮城選手が決めていますが、まあ、やっぱセンターバックの選手が得点するというのは相当でかいですね。やっぱこう相手からしてもセットプレーというのが嫌な、ね、感じになります。やっぱセンターバックの選手がね、セットプレーの時は、まあペナルティーエリアの中にいるわけなんで、そこはちょっと嫌な感じがするでしょう。今後は長崎のセットプレーというのはちょっと警戒ポイントが、高まるんじゃなかろうかっていうのは感じます。で、この試合からバウル選手が先発復帰ということ、先発復帰というか今季初出場ということなんで、ゆっくり見たかったんですけれどもね、スタメンだけ見るとですけれどもね、じっくり見たいメンバーが揃っていた、長崎でトップ下も加藤選手が入って変化を、加えておりますし、で右笠柳、そして、左クレイソンの両ウィングは継続、水曜日からの、まあ、継続と、ね、いうことなんで、じっくり見たかったんですけれどもね、正直ですけれどもね、っていうので、まあ、0-4 で長崎が勝利と。いうことですよね。だからまあ得点した時間もいいですよね。後半10分、そして後半だから3得点なんで、まあ前回も後半2ゴール上げてね逆転勝ちを長崎収めていますんで、後半の得点というのがこの2試合連続で、続いておりますし、まあ後半のしかも終わりの方終盤での、得点も決まっていますんで、これいいですよね。ほんととどめの3点目っていうのを決めきることができています。2試合連続複数得点を、決めきることができたというのは、これはチーム全体としてですけれどもね、まあ大きな自信になるんじゃなかろうかという勝利ですよね。で対する徳島ちょっとどうなんだ、大丈夫なのかっていうのはあります。でこの試合本当見ていないんで、ハイライトでしか見ていないんで、詳しいことは言及するのはあまりよろしくない、まあ、最低限やっぱりね AT か AT、まあ、アクチュアリータイムですかね、まあ、実際に動いた時間というかなかなか説明が難しいですけどね、まあ、大体アクチュアリータイム、なんちゃらタイムで60分とか、70分で1試合っていうのは過ぎていくんですけれども、それでせめて見ていれば話す内容が少しあるんでしょうけども、まあ、全部見ていないのでね、全部見ていないのに詳しく話すのはちょっとそれは、僕の中で嫌な感じがしますんで、そこはもうあえて触れはしませんが、メンバー的には西矢選手がいて、森選手がいて、柿谷がいてっていう、なかなかロマンが揃った前線3枚なんだけど、まあ、無得点に終わっていて、でハイライト見た時もですけれども、あまりこうハイライトシーンで徳島のこうね、攻め込むシーンとかチャンスシーンっていうのは映らなかったんで、多分相当ねこの試合も、苦しんだんじゃなかろうかというのを想像できます。さあ今後徳島優勝候補でしたもんね、上がっていけるか、どうか、ちょっと厳しい、どうなんだろうな、ちょっと今後徳島のゲーム別の角度でね、まあじっくり見てみようとは思いますけども、まあ何にせよ長崎が、対象ということでございましたね。はい、
そして大分はですね、町田大分が3対1町田が勝利ということ、まあ、これ大注目でした、ね、首位攻防戦と、ね、いうことで町田、まあ、大分は3対1でゼルビアが、勝利。そして鳥栖から、ね、レンタルで移籍してきている荒木選手は先発で結果残しましたね。まあ、2ゴール1アシストになるんですかね、まあ、本当全得点に絡んでいる荒木選手、ちょっと違っていたら申し訳ないんですけど、アシストつけたと思うんですけど、確か荒木選手だったとあれは思うんですけれどもっていうのがあります。まあ荒木エリキの2トップ揃い組ですね。で荒木選手これまでスーパーサブとしてゼルビアで、今年起用されて、前回スタメンかこの1個前のゲームでは先発だったんだけれども、途中出場から、ね、スーパーサブ的に3ゴールぐらい決めていたんですけれども、この試合しっかりスタメンで結果、残しましたね。これはトスのサポーターも喜んでいるんじゃ、なかろうかというところですけども、で、対する大分宇都本選手ですね、まあ、宇都本選手開幕戦で、ね、ゴールは決めていたんですけれども、それ以来のゴールと、ね、いうことなんで、この宇都本選手も本当期待の若手にはなってきますんで、今後伸びていってほしい。しかし、まあ、それはそれとしておいて、大事なゲーム、ちょっと大分落としてしまいましたね。まあ、ちょっと、やっぱり堅守が売りの大分、守備は堅い大分が、まあ、ここに来て3失点というのは、ちょっとね、まあ、町田も強いもんな、本当ね、フルでゲーム見ていないから、あんまりこう、下手に振ることは、できないし、そこの資格はないのかと思うんで、あんまり振れはしませんが、しかし、まあ、3対1、まあ、大分メンバー変更なしですよね。これは変更なしで言っていますんで、まあちょっとどうなんだろうね、まあ、ちょっと疲れがあったとかしたのかな、この試合ちょっと分かりません。ちょっともしかしたら連戦で、ずっと同じメンバーで来ていたんで、もしかしたらその疲労というのが、ね、影響した可能性もゼロではないかもしれません。まあ、ただゼルビアもあまりこうメンバー多分いじっていませんもんね。藤原選手が退場になってこの試合出れていないんで、そこにチャンミンギュが入ったぐらいで、あと左右が高橋大吾と平川選手の多分左右入れ替えてますもんね、これね。で、いうぐらいで、町田もあんまりこう入れ替えてはいないんですけれども、しかし今そこは、3対1町田がね、うまくやったのかなっていうのがあります。で、後半どうもいろいろ調べた結果、一応このね、ハイライトプラス、いろいろ情報は仕入れてはいるんですけれども、どうも4バックね、後半からね、4バックに、変えたっていうのがあるんで、その辺どういう風に変化したかっていうのは、ちょっとこれからね、ゼルビアと大分の試合、じっくり、見直して、ちょっとどういう風な変化があったかというところは見ていこうと思いましたけども、何にせよ、まあ、これ、首位陥落というのはね、まあ、これからこの2チームが多分、J2 優勝争い、自動昇格争いを引っ張っていくと、思います。そこにまあ東京ヴェルディがいますんで、この三つどもえみたいな感じなのか、それともそこにまあ秋田長崎がどれぐらい絡んでくるかというところが注目ポイントになってきますけどもね。はい、ということでこちら、10節終わりましたんで、順位表の確認と、これからちょっと10節終わったんで、長崎大分含めてですけれどもね、ちょっと、振り返り、10節終わった時点で振り返りみたいな、動画も作っていこうかな。メインとサブチャンネルで今回やっていこうかな。まあ、メインチャンネルの方では長崎大分を中心としてやっていて、サブの方でも少し長崎大分のね、これは、触れていこう。サブチャンネルの方も J2 専門チャンネルやっていますんで、そっちの方でも長崎大分ちょっと取り上げておいて、メインでがっつりやる感じですかね。で、その他のチームで言うと、まあ、10節終了時点ではゼルビアが首位、勝ち点が23ですね。で、2位大分勝ち点22で2位、そして3位にヴェルディが、ね、勝ち点19ということなんで、まあこの3つがまず中心、そしてその1つ下には秋田、長崎、群馬中についておりますが、甲府はただね、甲府は正直勝ち点20乗せたかったんじゃないですかね。まあやっぱり秋口から ACL が始まりますんで、まあ、甲府からしたら秋口前にどんだけ勝ち点を、ね、積み上げることができるかどうか、やっぱり秋口からちょっと甲府がこう右肩上がりにリーグ戦上がっていくというのは ACL を考えるとなかなか難しいと思うんで、序盤にどんだけ勝ち点を稼ぐかなと思っていたんですけども、現在、まあ、17自体悪くないし、まあACL さえなければいいとこつけているなという感じはするんですけども、最低限プレオフにはね、本当敗退甲府ですよね。で、昇格組藤枝が勝ち点16で8位か。で、金沢上がってきましたね。ほんと最初どうしたっていう感じがしましたが、しかし金沢に関しては別の、ね、サブチャンネルでも話してますけれどもね。まあ、間違いなくプレオフ争いには絡んでくるっていう話は僕は、サブチャンネルの方でしていたんで、まあ、ここまで上がってきてくれたかっていうのは、やっぱり感じますよね。よかったな。僕のちょっと予想が大外れする、ところだったんですけど、最下位でしたもんね。よくここまで、長崎と共に上がってきましたよね。で、10位に10位で、岡山、ちょっと苦しんでますね。岡山、
仙台この辺の、ね、プレーオフとか昇格争いに絡んで、来るんじゃないかって思っていたチームがちょっと最近勝ち点をあまり伸ばすことができておりませんね。で清水は6得点決めたんですかね、爆発しましたね。で14位まで浮上、そして、大宮、いわき、山口、水戸、そして栃木、ジェフ、千葉、山形、徳島、いやこの辺がね20、21、22って、いやちょっとね想像以上に苦しんでますし、ここにいるようなチームじゃないんですけどもね、この3チームですけどもね、ってのがあります。で次がだから長崎秋田直接対決ですよね。4位5位秋田長崎、今度上位進出自動昇格争いをね、これ盛り上げるこの2チームですけれどもね、この2チームがどんだけ自動昇格争いに絡むことができるかどうか、本当こう大事な大事なゲームには、なってきますんで、まあ前回長崎は同じ、ね、順位が近い甲府に敗れていますので、今度こそ、この順位が近い者同士の対決でしっかり直接叩いて上に行きたいところではございますけれども、そして、大分次水戸戦、まあ、水戸も なかなか調子上がっていませんので、しっかりここあってまたゼルビアを追いかけてほしいところにはなってきますけれどもね。はい、というところは以上です。まあ、こんな感じで、ちょっといつも以上に詳しい話全くね、できていない。普段からちょっとそんな詳しい話はしてるつもり全くないんですけれども、というのはあります。本当申し訳ないんですけれども、これからもよろしくお願いいたしますと。いうことで、以上、パラプンテージルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら。喜ぶよ。